はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は7手です。7手だけど、そんなには簡単じゃないかなっていう気はしましたと。これなんか、取っかかり、初手を発見するのも結構なんか難しそうな感じです。私なんか、飛車成り捨てたらとか考えたんですけど、これ、まあ別に同玉でも同桂でも途中でもつまんないんですけど、まあ同角玉とか取ってくれて、なんか剥がして打ってなって考えたんですけど、まあ、全然ダメですよ。まあ、そもそも同桂で全然ダメだし。なんで、まあ、いきなりこの辺のものを捨てるとかはなさそうなんですけども、で、まあ、銀を斜めに誘えば、まあ、引きが、ここへの引きが一つ減るっていう点と、あと、玉ってここにいてくれればもう一手詰めなんですよ。ということを思えば、まあ、2三金が打てるかなと。まあ、同玉なら今言ったように、2二飛車成が一手詰めなんで、まあ、同銀と。ここでなんかこう、角を離して打って、成り返ってみたいな感じの手。まあ、これでもこれ、今度はこれ結構有力じゃないですけど、まあ、同桂と取ってお願いって感じなんですけど、まあ、そうすればこっちで詰むんで、まあ、桂の利きを1個減らしたい、どっちかに寄せたいっていう感じなんですけど、まあ、もちろんこれは同玉で。で、まあ、王手は受けられますけど、角が効いてる、桂が効いてる。桂がいなければ、まあ、なって下がって、こんなような。ありますけど、まあ桂が効いてるんで、でじゃあこうなった時に、ここね、この2三金同銀の時に、ここでまあやっぱり桂を釣り上げたいんですよね。そこでこうと、これ桂まあやっぱり取ってくれれば簡単な一手詰めなんで、これは3三角成に対しては同玉と取るんですけど、これでまあ飛車が一段目に通ってるのと、まだ持ち駒に角があるんで、間違っても直に打っちゃダメ。離して打つと。大駒は離して打てと。で、まあ、ここは相引かずだから、逃げる一手で、あとは飛車なりでも、角なりでも、詰みと。いうことになります。ということで、詰め手順を確認すると、初手が2三金、同じく銀、3三角なりと。で、同じく玉に、5一角、4三玉、まあ、最後は4二に飛車か角がなれば積み上がりということになります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。